使い物は買わないということになっているので、そして5つ目がですね、革靴を履かないということになっている。ハーフなので、白いよりかはちょっと黒いぐらいの方が合わせる幅は広がるかなというふうには思いますが、まあで、タイとか太いかっていうのがいいんかなと思います。で、最後はですね、革靴を履かないっていうことになっているので、要は何を履くかというと、スニーカーもしくはサンダルを履くという。ではいきます。はい、本日はですね、紹介をしてみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。結果に対する方法化というのは10年から15年は大丈夫がいます。今の新型コロナウイルスというのに適用かどうかというのが、調べられてる段階なんです。そうなんです。だから結果で購入したパンツがですね、こちらです。で購入したパンツがですね、こちらになってるんですけども、あとパタゴニアのバギーですけども、今回はショートパンツということで、夏に向けてパンツを購入したっていうことになってるんですけど。だいたい目安として L だからで、ここからですね。多かった坊主がどうだろうこうだとか坊主したの？うん。